さんこんにちは、森井奈緒です。今日はスムーズに音を出すための練習方法を皆さんとシェアしたいと思います。スムーズに音が出ない原因についてはもういろんな話を過去の動画でもしてきたと思うんですね。高い音が詰まって出ないとか、音が割れちゃうとか、かすれちゃうとか、もういろんなお話をしてきたと思うので、その動画も振り返ってご覧いただきたいんですけれども、最近ね、 LINE の公式アカウントを始めて皆さんの動画を送っていただいて、それを実際に見てアドバイスをするっていうことをしてるんですけど、まあ、それで気づいたことがあって、さっき言ってたね、かすれちゃうとか、まあ、高い音が出ないとかね、いろんな方がいるんですけど、共通してね、ちゃんと息がうまく使えてない人が多いなっていうふうに思ったんですよ。で、まあ、いろんな音がスムーズに出ない原因はあるんですけれども、息がちゃんと使えれば全部解決すると思うので、今日は、まあ、ブレスをどのようにコントロールするかというお話を一番メインに置いてやっていきたいと思います。ブレスをどのようにコントロールするかってちょっと難しい言い方をしましたけど、簡単に言うと、いつも言っている息をしっかり吸ってしっかり吐くことができればトランペットってちゃんと鳴るんですよ。でもそんなに簡単にいかないのがこのトランペットの難しいところですよね。皆さんも苦労されてると思うんですけれども、ちなみにね、しっかり吸ってしっかり吐きましょうっていうお話っていつもしてるんですけど、私ふと考えたんですよ。どうやったらしっかり吸えて、どうやったらしっかり吐けるんだろうって、どういう練習したかなって考えた時に、そのお話ってあんまりしていなかったなっていうふうに思ったんですね。なので、まず最初にどうやったらしっかり息が吸えて、どうやったら息がしっかり吐けるかっていうところのお話をしていきたいと思います。皆さん、腹式呼吸って聞いたことありますよね。名前だけなんとなく聞いたことあるなっていう方もいれば、もうバッチリできてますっていう方もいろいろいると思うんですけれども、この腹式呼吸って楽器を吹く上でとっても重要なんですね。なんでかっていうと、たくさん息が吸えるからなんですよ。知ってる方も多いと思うんですけど、肺ってあばら骨の一番下のところまであるんですよ。なのでとっても大きな臓器なんですけど、ただ普段って皆さん胸式って言って胸の上だけで息を吸ってる人が多いんですね。なので単純に半分ぐらいしか使えてないのでとってももったいないんですよ。本当は4小節息継ぎなしで演奏できる人が2小節ぐらいしか持たないっていうことが起こるわけなんですね。なのでもちろん全部使えた方がいいと思うので、楽器を吹くときは腹式呼吸を練習した方がいいんです。じゃあ実際に私がどんな風に練習していたかをご覧いただきたいと思うんですけれども、まず寝転んで練習をしていたんですよ。寝転んでる時って腹式呼吸になりやすいんですね。なので腹式呼吸って、まあ、お腹が膨らむってよく言うんですけど、要はさっきも言った肺の下まで疲れているから、この辺が膨らむからお腹がまあ膨らんでいるように見えると、実際にお腹に入ってるわけではないんですけどね、その感覚を寝転びながらの方が感じていただきやすいので、まあ、実際にやってみるので一回ご覧ください。皆さんご覧いただけましたでしょうか。実際に寝転んで練習していただくと、お腹がね、しっかり動いているのがよくわかるんじゃないかなと思います。腹式呼吸をするときは鼻から吸って口から吐くっていうのをしていただいた方がね、よりお腹に入りやすいんですね。まあ絶対鼻からじゃないといけないのかと言われると、鼻からの方が腹式呼吸にはなりやすいんですけど、ただトランペットってやっぱり息がね、すごくいる楽器なので、息継ぎするときに口から入っちゃうことも絶対あると思うんですよ。それが絶対にいけないわけではないんですけど、練習するときはまあ腹式呼吸の練習ということでね、鼻から吸っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。寝転んでいる状態でうまく腹式呼吸ができるようになった人は、次は演奏してるのと同じ姿勢、座ったり立ったりしている状態で同じことができるのかっていうのを確かめていただきたいんですね。今座った状態でやってみますが、しっかり鼻から吸って口から吐くっていうのをやってみてほしいです。もう一回いきますね。っていうのをね、いっぱいやってほしいです。鼻から吸った時にね、吸ってるのにここがへこんでる人いるんですけど、逆にならないようにしてくださいね。吸った時はお腹が膨らんで、吐いた時はお腹がへこむっていうのがね、ちゃんとそういう風に体が動いているかっていうのも確認しつつやってください。
いたりする練習をしたら、実際に楽器でもやってみてほしいんですよ。で、まあ、楽器につけるときって、やっぱりどうしても息継ぎするときに口からも入っちゃうと思うんですけど、まあ、あんまり気にしなくてもいいと思います。まあ、鼻中心に吸っていただいて、口からもちょっと入るかなっていう感じでいいと思います。私も結構口から入ってると思うので、まあ、そこはあんまり気にしないで、さっきの練習は練習でやっていただいて、まあ、実際に楽器につけてやっていただくときは、まあ、とりあえず息をしっかり吸って、吐くっていうことにフォーカスしてください。音を鳴らす前に息だけしっかり吸って楽器に入れるっていうのをやっていただくと感覚がすごくつかめるんじゃないかなと思います。実際にやってみますね。演奏するときってこんなにしっかり吸ってこんなに息しっかり吐いてますかっていうことを結構ね問いたい人がたくさんいるんですけど、実際に一生懸命音を鳴らすことだけ考えていて息のこと忘れてる人って多いんじゃないかなというふうに思います。動画を見させていただいた限りはそんな感じをすごく受けたので、なのでやっぱりまずしっかり吸ってしっかり楽器に息を入れるっていうことをね、すごく体に覚え込ませてほしいんですよ。実際に楽器で音を出すときも、このゆっくりしっかり吸って吐くっていうのと全く同じ感覚で音が出るはずなんですよ。もしそうなってないとしたら、どこかに力が絶対入ってます。一回やってみますね。皆さんにも同じ練習をしていただきたいんですけど、実際に楽器で音を出すときに、さっきもね息だけ入れる練習とかをしたと思うんですけど、タンギングしなくていいと思います。最初の音の出すときにタンギングするとすごく力が入っちゃう人がいるので、まずはタンギングなしでやってみてください。一回音出してみるので聞いててくださいね。見てて思った人いると思うんですけど、そんなゆっくり息吐いても音出るんだっていうことなんですよ。そうなんですよ、皆さん吐きすぎですよ。ふーって吐いても絶対音出ないんですよね。なので今ぐらいゆっくり吐くとちゃんと音を響いてくれるので、皆さんこの感じで吹いていただきたいんですね。で、練習を続けていって今ねみたいにスムーズに出るようになったら、ちょっとターンギングとかもね音の立ち上がりでしていただくと、さらにねちゃんと綺麗な音が出るのでね、やってみてください。今日お話ししたことって本当に初歩的なことだと思うんですけど、もうレベルに関係なくめちゃくちゃ大切なことなんですよ。私も未だにねちゃんとできてないかなと思って振り返ることもあるぐらいなので、まあただターンギングとか、あとまあ指とかねタイミングが合ってなくってスムーズな息の流れを妨げてることもあるので、まあそれは技術として練習してほしいんですけど、まずちゃんと息が吸えて吐けてるかっていうところをね、忘れがちな人が多いと思うので、今日は皆さんとね、もう絶対このお話をね、シェアしたいなと思って、このレッスンをさせていただきました。さて、皆さんいかがでしたでしょうか？この動画が役に立った、面白かったという方は、高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最近、基本的なことをレッスンで取り上げることが多いんですけど、なんでかっていうと、基本が全てだからです。本当に大事なんですよ、基礎って。基礎ができれば何でもね、マスターできるようになるのでね、皆さん基礎をバカにせず頑張って練習に励んでください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。森井奈緒でした。バイバーイ。